ジャックジャンヌ、ヤンデレ闇落ち宗師を助けに行かないといけません。ってことで、夜中宗師郎と、噛んだ、夜中宗師郎ルート行きます。びっくりしたね。あんな宗師変わると思わなかったわ、俺。手作りで何か作る。何か作ってみようかな。だったら、材料を買いに行かないと。喜んでくれるかな。喜ぶよ。はい。そうちゃん、私だけど。少しだけいい？あ、うん、ちょっと待って。ごめんね、いろいろ考えてるところに。うん、どうしたの？あのね、これ。これ？あ、おしゃれ。作ったんだ。ほら、バレンタインだから。え、君が？よかったら食べて。口に合えばいいんだけど。なんか反応一つとっても元の宗師に戻ってるね。食べる。いただきます。どう？おいしい。よかった。わざわざ作ってくれたの？僕のために。うん。どうして？え？あんなに情けない姿見せたのにどうして？私の気持ちは変わらないから。だからチョコレート。ねえ、そうちゃん。うわ、あ、どっちも聞きたい。好きだよ。好きだよ。それだけは忘れないでね。僕、何をやってたんだろう。君がいるのに、みんながいるのに、自分の頭の中に勝手に閉じこもって、バカみたいだ。初めて王国のシシアの台本を見たとき、イザクとシシアが僕と君に重なって見えたんだ。でも、あの時は君がユニベールを去らなきゃいけなかったから、似てるのが辛くて。イザクのこともシシアのこともうまく受け止められなかった。多分その気持ちをうまく消化できないままずるずる今日まで来ていたんだ。だから役のことよりもジャックエースとかクラス優勝とか称号のことばかり見ちゃってた。でもそれじゃダメだよね。僕もう一度台本と向き合ってみるよ。イザクとシシアのことだけじゃなくて、キルツやみんなのこともちゃんと考えてみる。だって舞台はみんなで作るものだもんね。もう誰にも信じてもらえないかもしれないけど、僕クォッツのことも好きなんだ。そんな当たり前のことまで見えなくなってた。でもやっと自分のことを思い出した。今日はありがとう、チョコレート。嬉しい。それにほっとした。そっか、よかった。あ、そうだ、これも葛西くんから。え、葛西くん？なんで？お裾分け、私ももらったんだ。葛西くんもそうちゃんのこと気にしていたよ。そっか、後でお礼を言っておかないと。葛西くん、大量にチョコレートもらってそうだな。中学の時もすごかった。今日も山ほどもらってたよ。学校を出てすぐ囲まれたみたい。そうちゃんだって今日街に降りたら大変かもしれないよ。え、どうかな、君の方が人気ありそうだけど。でも今日の僕は誰にも負けないくらい幸せ者かも。
好きな子からチョコレートをもらえたんだからね。自分で言っといて恥ずかしいな。一緒に食べない？お茶入れるよ。かわいい宗師が、かわいい、あの頃のかわいい宗師が戻ってきた。もう怖かったもん、不気味だったもん。なんか乗り移ってたもんね。アンバーの奴らが乗り移ってた。うん、よかった、いつもの宗ちゃんが戻ってきた。ラブラブやったな。バレンタイン、なんかバレンタイン超えたらイラストあるかと思ったけど、そういうわけじゃないんだな。宗師の場合は前のやつがそうだったのかも。もう座学あげる必要ないんだよな。一応休んどくか。まああげるもんあげたら特に必要ないかんな、ステータスも。ねえ、今日はネジ先輩に話を聞きに行こうと思うんだけど、一緒に来ない？ついて行ってあげよう。ネジ先輩？うん、王国の獅子屋について聞いてみたくて、もしかしたら君の役にも立つかなって。そうなんだ。うん、一緒に行くよ。はいはい、いらっしゃい。僕の話を聞きたいんだって？ネジ先輩はどんなことを考えながらみんなに役を託すのか前々から聞いてみたかったんです。うーむ、そうだね。僕の言葉がイコール正解ってわけじゃないことを念頭に置いて話を聞けるかい？はい。まあ、ぎょぎょしいものじゃなくて軽い雑談になりそうだけど、王国のシシアはね、記念写真みたいなものなんだ。記念写真？みんなとの思い出ってことなのかな。やっぱり似たようなものがあるもんな。これで違ったら俺恥ずかしいけど、今のクォーツの形をそのまま記録に残そうと思ったんだ。やっぱりそうだよね。今しかできないだろうこともたくさん詰め込んでね。海が演じるアドラはキルゼの花形。入学してからこれまでずっとクォーツの顔として走り続けた彼だから演じられる役だ。海は玉坂座に入ったら姫ユニベールでいうジャンヌね、姫をやることになる。海はいつだってオンリーワンで類まれなる才能を持っているから、玉坂座の中でも新しい責任を背負っていくだろう。今の文なら責任を楽しむことができるだろうけど、最後くらい文らしく自由に踊れる役にしたかったんだ。それでジャックのダンサー役、カイはかっこいい役にしたかったんだよね。カイって周りの人を尊重しすぎて自分のことがなおざりになることが多いでしょ。でもそれだけじゃダメだって冬公演で気がついた。だから今まで人のために使っていた力を自分自身を磨くために使ってほしいんだよね。そして演者としてもうワンランク上の存在になってもらいたい。クォーツのジャックエースを任されていた生徒はやっぱり違うんだってみんなにも会にも思ってほしいのさ。すごいね、王国の使者ってネジ先輩の優しさがいっぱい詰まってんだな。あーいいや、あーよかった、そうしルート踏んでよかったわ。カイみたいな人がちゃんと報われないとこの世には夢も希望もなくなっちゃうよ。確かに僕の役はまあまだね、我こそはクロウリーって感じ。僕ってみんなから少し離れたアウトローな役が多かったんだけどさ、あれって演じるのが得意ってのもあるけど物理的な問題もあってね。ほら、脚本、演出、組長、全部やっていると今やっている舞台に並行して次の舞台の準備もしなきゃいけないでしょ。そうなると自分を演出する時間が捻出できないんだ。だから出番が少ない、話の主軸から少し外れた役をやることが多かった。でも今回クォーツ最後の舞台だからね、
僕もキルゼの一員としてみんなと同じ志で同じようにものを見つめたかったのさ。シロタ君はちょっと複雑だよね。はじめはシシア、選んだのはヨナガ君のこともあったけど、他にも理由があって。彼、3年になったら組長になるでしょ。僕の話と重複するけど、組長をやるならクラス全体のことを考えなきゃいけなくなるから、自分の役に集中して思い切り演じるのが難しくなるんだ。オニキスのカイドウやロードナイトの司も同じような葛藤を抱えていると思う。特にロードナイトは司に役目が集中しているからね。組長にアルジャンヌにトレゾールですよね。僕は舞台裏でやることが多いけど、司は舞台上でやらなきゃいけないことが多いんだ。ロードナイトが今季苦戦しているのもそのあたりに理由がある。それでも司はうまくやっている方だけど、負担は大きいはずだ。シロタ君もそれに近い状態になる可能性がある。だから僕たちがいて、まだ自由が利く最終公演でアルジャンヌとして思い切り演じられる時間を作りたかった。シロタ先輩、そうだったんですね。それなのに僕、締めっぽいのはやめやめ。シロタ君はシロタ君の意思で自分が進む道を決めたのさ。周りがとやかく言う話じゃない。彼はいい組長になるよ。僕よりもずっとね。織巻君は、これは前に立花君にも話したことがあるんだけど、スターなの。確かに。説明するまでもないかな。ヨナガ君の方が感じ取っていそうだもんね。鈴君は舞台に立てば人目を引く強さがあって、クラスを引っ張っていける力もあって、人一倍クォーツに愛情がある。鈴君はクォーツのジャックエースになるべき人だと思います。あ、そうちゃん、僕じゃとてもかなわない。だから怖かった。僕が欲しいもの全部持って行ってしまいそうで。君は？え？君にはどんな魅力がある？それは僕は知っているよ。ネジ先輩。叶わないだなんて自分に限界を作りなさんな。自分ほどわからない生き物はいないんだから。もっと自分を探しなさい。織巻君にしかないものがあるのと一緒。君にだって君にしかないものがあるはずだ。さてと、話はここまで。ヨナガ君と立花君に何を思って何を託したのか、ヨナガ君が探っていくといい。君の想像力豊かな眼差しならきっと何か見つかるよ。僕が気づかなかったことまで見つけちゃうかもね。期待してるよ、ジャックエース。ネジ先輩のあの表情すごい好き。限界を決めるなか。これさ、ネジ先輩たちってまだ高校3年生だよね。なんかこう言葉の重みが全然違うんだけど、年齢は書いてないのか。大人びすぎん？すげえ胸に響く言葉いっぱいさ述べてくれるよね。僕、秋公演の時もカイさんに言われたんだ。ユニベールは自由な場所だから自分で自分の限界を決めるなって。僕、想像ばかりが先に行って勝手に結論を出しちゃうところがあるんだろうね。ネジ先輩の話聞けてよかったな。あと、ずっと台本を無視して自分勝手にやってたことが改めて分かって恥ずかしいや。ちょっとまた元に戻った宗師ミセイ君の恥ずかしいよね。ちょっとその気持ち分かる。イザクだって困ってただろうね。アクロバットスターのチャンスや花形のアドラよりも前に出てるんだもの。僕の仕事はそれじゃないっ
って怒っていたかも。イザクはキルツの仲間たちを思いながらピエロをやっているんだ。キルツは尊敬できるすごい人だらけだもの。クォーツだってそうだ。こんなにすごい人たちが集まっているんだから、みんなを生かすことができれば勝てるに決まってる。僕、イザクを元の形に戻すよ。でも今までとは違うんだ。だって自信を持って演じられるからさ。仲間のためにやるよ。僕は。変わったな、宗師は。戻せる？あと10日しかないけど。何気に結構ギリギリだけども。魅力レベル10にしとこうか、一応。じゃあ、今日も稽古。あの、すみません。おう、どうしたい、夜中くん。いいね、雰囲気が柔らかい。イザクを元の形に戻してもいいでしょうか。最初の形に。え、最初の形？あの地味なイザクか。ひどい。いやいや、なんでだよ。しかも来週本番だぞ。何血迷ったことを言っているんだ、夜中。大鳥くん。元のイザクは何の面白みもない平凡で退屈な、まるでお前みたいなイザクだったじゃないか。いや失礼だぞお前。それとその役にもな、全部愛があるんだよ。愛が。あんなのジャックエースじゃ。そんなんだからスタッフロールちょっと省かれんだぞ大鳥。黙れよ大鳥。お、なんだ折巻、またお得意の仲良しごっこか。同じクォーツ生として言ってんだよ。黙れって。怖い。やってみたらいい。白田先輩、いいですよね、ネジさん。もちろん、論よりショコ見せておくれ。はい。皆様、今宵は王国キルツェの劇場へようこそ。私はヤギ頭のイザクでございます。やっぱこれだよ。あ、これじゃなきゃダメだよ。もう苦しかった、ずっと。そうちゃん。え、なぜ私がこのような頭をしているかって。話せば長くなりますが、父親が農場に足を運んだ時にあるメヤギに一目惚れしまして、桃梨君に誘われるように生み出した。出てきた瞬間、人目を引きつけるイザクとは違うけど、陽気なのにどこか穏やかで、笑われることを恐れないこのピエロは、そうちゃんと同じぬくもりがある。では無駄話は置いて、王も家臣も聖者も使者も、通りすがりのよもぎ売りまで、王国キルツェの始まりだ。このイザクでやりたくて。華やかさはないかもしれません。でもまずはチャンスの宙返りだ。あ、鈴が楽しそうに入ってきてくれたね。え、あ、鈴くんが飛んだ。宙返り、今までで一番高いジャンプだ。おりゃった、どんなもんだ。じゃあ花形アドラも踊ってやろうかね。ふみさん、ふみさんが踊り出した。それなら僕も一緒に踊っちゃう。アドラ、リードよろしく。ほら、手を貸しな。ネジ先輩、曲がないと寂しいでしょ。僕が歌いますよ。白田先輩。みんながソウちゃんの舞工場に続いてる。我ら王国キルツェ、凶楽の覚悟はお済みか、諸君。カイさん、サーカスだ。楽しいサーカスだ。みんながみんな輝いてる。
国キルツ、夢にまで見た王国キルツだ。信じられない、こうして再び彼らの舞台を見られるなんて。こんな舞台を見たら自然と声が出ちゃうね。そうだね、そうだ、これがギルツェなんだ。イザクが、シシアが子供の頃に夢見て憧れた最高の王国ギルツェなんだ。ジャックエースっぽいイザクも良かったけどさ、このイザクの方がみんなにスポットライト当たりそうだよな。おいイザク、次はお前のジョークだろ。小気味のいいやつ頼むぜ。鈴くん、この前はごめん。俺別に謝ってほしいわけじゃねえ。今回は俺も謝らねえぞ。お前はお前でいろいろ考えて、俺は俺で考えたことぶつけただけだ。ヨナガが頑張ってんのは分かってるから。だから、なんつうのかな、ちゃんと自信持てよ。ずっと立ちたかったんだろ、立花の隣。今ちゃんと並んでんのにお前が遠ざかってどうすんだ。隣見とけよ。でねえと俺がそのポジション取っちまうからな。俺だってジャックエース目指してるし、立花の隣に立ちてえんだ。気合い入れろよライバル。鈴くん、うん、はあ、まったく手がかかる。そこが可愛いんですよ、そこが。きっといいジャックエースになる、二人とも。顔がほころんでるじゃねえか。でも俺もそう思うぜ。さあかっちりとハマりだしたね、我らがクォーツ。この勢いのまま最終公演まで突っ走ろうじゃないか。おお、あと10日で仕上げていきたいね。いいな、やっぱ仲良しのクォーツだよな。うん、あと残りスズとフミさんルートだけど、まあ多分ここまで暗くなることないだろう、あの二人は。創始ぐらいだよ、ここまで恐ろしかったのは。よかった、最終公演これなら。風通し良くなったな。あ、フミさん、ヨナガがこのイザクを選べたのはお前がいたからだよ。あった、土日挟むよ。やりませんか。え、国境公園の再演です。国の横暴を目の当たりにしたイザクがキルツェのみんなに国境公園を持ちかけるシーン。僕実は東部出身で国境沿いに住んでいました。窓からは大きな壁が見えました。その壁の向こうに大切な友達がいたんです。シシアとの思い出だ。いつか一緒にキルツェの舞台に。その子がどうなったかは知りません。おそらく今も義務労働を強いられているのでしょう。イザク、でも僕は王国キルツェに入りました。僕一人でも夢を叶えるために。たった一度でいい、お願いします。どうかピエロの道化に付き合ってください。イザクの真摯な姿がソウちゃんに重なる。まったくバカがつくほど真面目なピエロだな。こんなやつ一人に任せていいんですか。どうだろうな、やっぱ
花のあるダンサーがいないと始まらねえだろ。あっと目を引く宙返りも。おっと、誰が脚本をやるんだい。舞台は一人でやるものじゃないよ。お前の熱い思いはいつだって俺たちに届いていた。一緒にやろう、イザク。王国キルセ全員で。ありがとうございます。遅くなっちまった。腹減ったわ。本当だね。ソちゃんは？ああ、減ってるかも。なんだよ、人ごとだな。ヨナが集中すると飯忘れるよな。前差し入れ持って行った時も食事などいらぬって顔してた。あったね。あ、やめて。あの時の僕恥ずかしいから。なんだよ、別にいいじゃん。でも笑い飛ばしてくれる方がありがたいかも。僕情緒が不安定すぎるよね。繊細っつうんだろ。先週と今週で人変わったみてえに違うけどな。1週間でこんなコロコロ変われるの宗師ぐらいだよ。今はみんなのことちゃんと見てる。ヨナガのおかげで俺もチャンスやりやすいぜ。ほんと？おう、何やってもうまく拾ってくれるから安心してやれる。そっか、それならよかった。あれ？桃梨くん。え、桃梨？何？どうした？お芝居変えちゃったんですか？どうして？そうちゃんを一目見ただけで分かったの。顔違います。それに橘さんと二人だけの世界が良かったのに余計なものがいる。なんだよ。何をしているんですか。丁寧に教えてあげたじゃないですか。ヨナガ君は橘さんのためにしか力が出せないって。おい、ヨナガは主役でちゃんと本気出してやってるっての。ヨナガのおかげでクォーツ式も上がってるんだぞ。身近に頭の悪い人がいると苦労しますね、ヨナガ君。おい、くだらない仲間ごっこの犠牲になる必要はないんです。あなたのためにも。桃梨くん、僕桃梨くんに何か言われるたびにぐさぐさ言葉が突き刺さっていたんだ。ただの妄想話や的外れな内容だったら僕も無視できたけど、桃梨くんの言葉には本当のことが入り混じっていて逆らえなくなった。でも今は君の言葉が全然響かない。僕はクォーツのジャックエースだ。だからクラスのために戦う。何を言われても迷わないよ。つまらないな。だ、行っちまった。よくわかんないやつだな。なんだお前ら、ずっと桃梨に絡まれてたのか。僕と桃梨くんよく似ていたんだ。僕が知りたくなかった自分まで教えてくれた。でもやっぱり僕と桃梨くんは違うんだよ。お腹空いちゃったね。帰ろうか。お、そうだな、飯飯。そうちゃん、もう大丈夫なんだね。もう角度には曲げらんないぜ、この絆は。お出かけ。どうしようか、宗師ももうマックスだしな。ネジ先輩に会いに行こうかな。なんかネジ先輩がこういろいろ褒めてくれたのがすげえ嬉しかったな。
間違えた。なんで、ね、なんでネジ先輩見た俺。ね、よし、ネジ先輩に会いに行こう。お出かけだ。ネジ先輩、助けられたよ、もうほんと。元の装置戻ってきたよ、やっと。よし、これは期待以上の出来。さすがインディベール衣装部の皆様。すごい。本当にすごかったですね。あれ、そうちゃん、二人で見に行ったの。仲良しじゃん。あ、ハエルちゃん、ネジ先輩のところに用事だったの？今ね、衣装部の人が伊作のヤギ頭合わせに来てくれたんだ。あー、なるほど、あの頭作ってくれたのね。それがすごかったんだ、本物みたいで。これが僕の最後の衣装デザインになるからね、気合い入れちゃったよね。夜長くんもそのうちやってみたら。デザイン、衣装まで作ってたんか。え、そう思うとやっぱクォーツ結構がっつり穴開くな。え、僕が？何事もチャレンジですよ。できないと思う前にやる。そして人に見せる。ド下手だったら僕が大笑いする。笑われる。ね、ネジ先輩。でもね、続けていきなさいという言葉で締めるだろうね。え、ド下手なのに？最初の一歩を踏み出したんだ。だったらどこまで行けるのか見てみたいじゃない。デザインに限ったことじゃなくて何でもね。ん？うむ？うむ苦しむをかな？うむ苦しみを経験したのなら、どんなに拙なかろうが恥ずかしがろうが大事に育てていってほしいものさ。優しいネジ先輩はやっぱり。最後の日曜日だ。でこの最後の日曜日見て今日は終わろうかな。あー、どうしようかな。鈴に会いに行くか。鈴もな、頑張ったな。辛かったよな、掃除に怒った時。よし。あ、嬉しそう。よし、宙返りもいい感じ。あ、鈴くんお疲れ様。お疲れ立花。クラスの雰囲気もキルツェの雰囲気も変わったよな。特にキルツェ、明るくて賑やかでいつも誰かが笑ってて、なんかもう楽しすぎてじっとしてらんなくなる。スズくんがそうだからキルツェもどんどん明るくなってるんじゃないかな。そのうち白田先輩に落ち着けって言われそうだわ。でもすげえ好きだな、王国キルツェ。だからシシアも憧れたんだろうね。へえ、だよな。明日から劇場入りだ。頑張ろうな。クォーツ78期生の力見せてやろうぜ。うん、いいな、やっぱ3人仲良しだよ。あ、でもアンバーで桃梨くんと、なんか、俺あいつのこと呼び捨てしてみたり、どうじゃない、カクトって言うよ。カクトと田中美希先輩の演技見れるの楽しみだな。はい。ということで、今回はここまでとさせていただきます。次回は公演、始まる手前まで行くかな。アンバーの演劇見て終わるかも。うん。それではシアンでした。またね。